どうもこんにちは、ビクトです。いや今回はなんかツイッターでなんかエゴサーチをしていたら僕のゲームをなんかやってるのを見つけて、でもこれはやるしかないなと思って見つけました。ピクトさん、簡単です。簡単ですって言われるとなんかすごい尺に触るんだけど、なんかでこれさ、投稿日がさ2017年でさ、もう2年前ぐらいなんだけどさ、プレイが512回でマイリスト0コメント1、人気ねえな。まあ、ということでね、早速やっていこうかなと思います。プレス Z キー、あれ Z キー、お、来た、始まった始まった。お、なんだこのヒーリング PGM。 絵が古いんだよお前。お前いつの絵使ってきてんだよ。これ俺がさ、何年前だ、4年前とかに俺がすげえ底辺の時に使ってたチャンネルアートだったんだけど、え、これ何のゲーム、あ、 2D アクションゲームか。ちょっと待って、これさ左に行く時さ、お、雑なんだよこれ。え、すごい、これジャンプボタンあんだけど、ちょっと待って、謎に2回ジャンプなんだけど、スマブラ方式なんだか謎に。まあ多分マリオみたいな感じでクリボーとか出てくるから、それ踏んでいけば OK ってことか。 OK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 。 え、これスコアあるんだ。俺このゲームのさ1位目指していいですか。僕ちょっと頑張っていこうぜ、行こう。あ、なんだこれ、あ、チェックポイントがある。優しいけどさ、この距離でいる、全く敵出てこなかったのにチェックポイントいる。まあ、いや、じゃあ取っておくか。ありがとう、ありがとう。こっから進んでいくよ。敵がいつ出てくるかわかんないから。え、どういう敵がいるんだろう。なんかそういうエディターみたいなので多分つく。あ、ぶね、待って待って待って、バカ、あ、ぶね。お、ぶね、今。スマブラ方式じゃなかったら死んでたんだけど。いや、なんかたまにさ、なんていうのこれ、2回押しちゃうと、ダッシュ、待って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 、なに今の。敵かと思ったらなんか、え、チェックポイントがあった。いや、2個もいらねえだろ。なんでチェックポイント動いてんで、おかしいだろ。なんでチェックポイント2個あるんだよ。しかも動いたし、意味わかんない。もうちょ、ここまで慎重に行こう。さっき今落ちそうになったから、ちゃんとこれスマブラのジャンプを利用していく。はい、オッケーオッケーオッケー。2回ジャンプで、2回ジャンプ、オッケー。ゴール、え、ちょっと待って、おかしい。いや、わかんない、まだ5話しか乗ってないから、次のワールドの名前が5話なのかもしんない。しかもなんでこんないっぱいあるんだよ。あえて一番奥取る。あ、間違った、ちょっと待って、最悪。え、これ、あっ、ははははははは、無駄に壮大だな、おい。え、これチュートリアルみたいな感じかな。これもう一度押せば多分あの次のステージ行くみたいな感じかな。あ、 BGM 変わった、かっこいい。え、すごい、なんか BGM 一気にかっこよくなったら同じじゃねえかよ。